ファンキー班と大村班の土曜日17時だよ。世界のミュージシャン大集合。集合たかしのお料理教室パート2。ただいまカンダルマーケット、先週は買い食いだけで終わってしまいましたが、今週こそ何かを買っております。これか、調味料ですね。さあ買います。わけのわからん草ばっかりございます。リアルカンボジアンベジタブル、スラクマロン、スラクマロン、言われたってわかるかい、ほんまね。 Thank you. You go to buy meat? Meat, okay. 野菜と肉ですね。パカリ売りですね。もう生姜をこう待って細切り千切りにしてくれてるんですね。これは便利でいいわ。生姜をいっぱい使います。やっぱ野菜は安いですね。あともう米買って、むっちゃ辛いんですこの唐辛子。あ、ニンニクも浮いたの売ってくれてんの。奥に入ります。ホルモンや、まさにホルモン。モツスープやと。ただいまカンダルマーケット、こんなところまでバイクで来るから。美容室もあります。米屋さん、お米屋さん、重さで売っております。2キロ。 How much? Give me $2. $2? 国内は何でもあります。何屋さんか分かりません。豚の頭、暮らしているのでしょう。調味料売ってるんでしょう。宅発に来ております。お坊さん、これは出来合いの料理を、ご飯、惣菜屋さんですね。おい、たかし、今日はいろいろ買い込んだけど、それで一体何作んねん。最後までよろしく。また来週かい。最後までよろしく。ちょっと声小さい方が嬉しいから、嬉しいかな。ちょっと遊びに来た、ちょっと歌いに来た、もしもみんなよければぼちぼち行こうか。ちょっと遊びに来た、ちょっと歌いに来た、気楽な気分で笑ってきてや。イエーイ。アホな歌しか歌われへんけど、酒でも飲んでのんびり聞いてや。飲んでるか、また日焼けとちょっと遊びに来た、ちょっと歌いに来た、しょうもない歌を最後までよろしく。ファンキー、ちょっとそこ行くのはちょっと眩しすぎる。誰かやねん、ほっといてくれ。チキダッチョ、髪はもじゃもじゃ太鼓腹、今日もカンボジアはプノンペンで、たかしとたくまきしく生き延びるファンキーゼロジー。酒ばっか飲んでばっか騒ぎ、だけど歌とギターの素敵なハーモニー。ちょっと遊びに来た、ちょっと歌いに来た、しょうもない歌を最後までよろしく。さてゲストは酒井和歌子さん。
酒ばっか飲んでばっか騒ぎだけど歌とギターの素敵なハーモニーちょっとファンキーハント大村ハント坂井さんとのセッションを楽しんでいってね最後までよろしくイエーイよろしくはいどうも、はい、どうも坂井若子さんです、はい声聞こえるなんかちょっと喋ってみて喋ってみてこんにちはこんにちははい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 それではその渡辺秀樹さんとねやってたボズムっていうバンドの、曲にですね2個を書いたのがねこの曲が私の記憶の中では私の2個作品の中では一番曲中で2個がたくさん使われておりますそれでは、やらせてもらいたいあ先週ですか、渡辺秀樹さんに捧げる歌を歌ってる途中にですね、秀樹さんが降りてきて、いたずらをしましてですね、うん、音をぷつりと切ってしまったという、ね。切りましたね。こう、秀樹いたずらと私たち業界用語を作りましたけれどもね、今日は、降りてこんといてや、秀樹さんね。ほんまやな。はい。というわけで、それでも秀樹さんに捧げたいと思います。はい。スターという曲です。はい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー雲が晴れるまで星の川べりで向こう岸見つめて夜に祈る君は星になり僕は星になりみんな星になり降り注げ叶う淡い夢だけれど全てを照らす光が欲しい綺麗な嘘も汚い愛も僕らが会えば広く光る なんで欲張るの なんで裏切るの なんで嘘つくの 本当にいいの 君がここにいて僕もここにいてみんなここに来てまた始めよう町山家なんかじゃなく君は僕になる奇跡が起きる夜を作ろう綺麗な嘘も汚い愛も僕らが会えば白く光る綺麗な嘘も汚い愛も僕らが会えば白く光る、oh.
天安門事件の曲です、天安門広場でね、恋人を殺された、女性ロッカーが、自分の生まれてきた娘に、自分の初恋を語るというそういう、歌ですね、ママの初恋お届けします。いいですか。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。遠い昔のお話なのよ。女の子が恋をしました。歌のとても上手な男の子に恋をしました。ギターを弾いて歌を歌うの。川の見える小さな部屋で、いつもいつも女の子のために歌を作ってた。女の子はね、男の子がいつも大好きでした。男の子もね、女の子が好きでした。きっと子守唄でいつも聞いていた。ママの恋物語。本当は悲しいお話なのよ。女の子が恋をしました。でもね、こんな平和な世の中では決してなかった。歌うことさえ好きにできない、こんなバカな世の中なんて。そんな歌を女の子と一緒にいつも歌ってた。広場に行けば自由がある。歌が歌える。止めないでよね、このメロディー。君に送るから、子守唄でいつも聞いていた。ママの恋物語。女の子はね、男
男の子がずっと大好きでした男の子もね女の子が好きでしたきっと女の子はずっと忘れないこのメロディーとこの恋いつまでも忘れない。それでは太田さんのリクエストで今日最後の曲やらさせていただきたいと思います。 ブラジルの、スタンダード、トリステーザに、詩をつけました。題名がね、しゃれてますよ。スプリングカムトゥルーってね、ドリームスカムトゥルーから取りましたけれどもね、スプリングカムトゥルーお届けします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではいきまーす。はい、それではカンボジアからファンキーゼイヤスでした。カンボジアからファンキーゼイヤスでした。森口からオーナビのオブラでした。そして東京から酒井和歌子でした。ありがとうございます。また来週この時間に。よろしく。イエーイ、イエーイ。
いっぱいスタッフおるやん、いっぱい。ほらほら。土曜さん、おるよさん、おるよさん。こう見えても。ありがとうございます。ねえ、たかしがもうちょっと頭良かったら、このミキサーオンオフとか、もう公演の、もう忙しいのよ、始まるとき。お前、ね、もう無理やろな。そうやね。無理だろうな。はい。はい、来週こそはね、たかしの、料理。料理ができるで、ね。レシピ。はい、発表ですね。皆さん作ってください、ね、ぜひ、はい、カンボジア料理 ね。どんなのが出てくるんでしょう、お楽しみに。ね、ぜひ、ね、材料買うために投げ銭カンパをよろしくお願いします。投げ銭カンパよろしくお願いします。ね、こちらに出てます。こちらに出てます。はい。はい、それでは。どうも、さようなら。ありがとう。